はい、どうもこんにちは、プロボーラーの水尾です。いつもありがとうございます。はい、そしてアトミックス所属の坂倉ニーナです。急に声ちっちゃなったな。急に声ちっちゃなりましたけど大丈夫ですか？はい、この声、そうそれ前もそれやったやろ。はい、今日はね、我が被災ボーリングセンターに、チャレンジでニーナプロに来ていただいてまして、その後ね、今から紹介してもらおうと思うんですけども、まあ偶然ね、持ってたボールのメーカーがじゃん、はい、ラディカルですね。はい、はい、それそうです、どこでもいい、どこでもいい、はい、これでもラディカルです。はい、で、僕は刀千本桜で、ニーナプロ、はい、です、ソリッドの方です。なんかボーナスのがいっぱいザクザク出てきそうやけど、はい、まあ刀の切れ味の対ボーナスザクザクで1ゲーム勝負したいと思います。はい、負けた方何してますか？ジュース飲みますか？エナジードリンク飲みますか？はい、またいつものピンク色の液体が出てきますので、はい、それを飲んでもらいましょう。はい、じゃあ始めますか？女子なんで。わかりました。おじちゃんですけど、ないですか？ないです。はい、そうです。はい、じゃあ女子プロ10点半でですね、はい、はい、やっていきたいと思います。最後までお付き合いお願いします。それではご覧ください、どうぞ。はい、それではやっていきましょう。今日は23、24番連ですね。はい、なんかニーナプロがどうしても先に投げてた連は嫌だっていうので、はい、違う連に変わってきましたけど、これは策略でしょうか？はい、さあ行きましょう。では、はい、俺からやったわ。大丈夫です、逆でした。自分のセンターの仕組みを分かっていない。はい、僕からでした。これは多分うちのスタッフレイヤ君の策略ですね。はい、行きます。お、これやばい方かな。カメラまたピンアクション映ってない方やな。残念、せっかくいいストライクやったのに。さあボーナス、あー、なんかほんまにボーナスみたいなストライクやな。はい、さあ、よかったね、さっきのレーンじゃなくて投げやすいね。はい、さっきのレーンはちょっと奥が早かったから難しかった。戻る？戻る？危な、水谷、刀の切れ味が悪い。切れ味悪い。やめてくれー、やめてくれー。あー、なんかさっきと違うぞー。ハンデ10が僕のしかかりそうな気がしてきた。ちょっと刀の切れ味見せとかなあかんな。あんま切れてないな、あんま切れてない、あんま切れてない。はい、まあ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 、でもね、よく転がるボール、なんか柄がね、柄が勝手に転がってるように見えるの、これすごい転がりか。そう、なんかこんなんやけど目玉親父がついてきた、漏れなく。やめてくれー。あーよく倒れる。ボーナス、ボーナスストライクや、ボーナスストライク。選手名ボーナス坂倉に変えたらええんちゃう。いやー、これはやばなってきた、いきなり。よし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 。今日刀初投げなんやけど、今日一番良かったわ、今ので。今日一、今日一。ちょっとボールの曲がりが読めてきたかな。チャンス、水谷チャンスがやってきました。多分これは今のはね、間違いなく接待ボーリングですよ。最後面白くしようとして最後落とされるみたいな。なんとなく予測がつくのが悲しいわ。いやでもね、やっぱり手振れ勝負まで持っていかないと、せめて。
ここは絶対いる。ほら来た、ほら来た、ほら来た、ほら来た。今のちょっと薄めのピンアクション。ちょっと外野がもっと寄れ、もっと寄れ言ってるけど、無理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 、両手投げしやな。俺も無理、あんなとこ投げんの。惜しい。あ、多分よかった。すいません、心の声がすぐ出るタイプなんで。さあ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 、でもちょっとチャンスが見えてきたよ。よし、おー、来い。よーし、よーし、よーし。とりあえずマークは追いついた、マークは出た。ハンデ分、ハンデ分。いや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 、チャレンジよりも YouTube の方が点数出る。おっ、セーフ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 。惜しい惜しい惜しい。危ない危ない危ないよ、また心の声が。はい、オッケー。さあ前半戦見てる皆さんが楽しくなりましたね、これね。はい、ここでもう一発来てやっと僕はハンデ分が並ぶということですね。2フレームめっちゃ抜けたんが まだビビってんねんけどな。これぐらい？これぐらい？おお、危ない危ない。俺もさっき送っとったけど。みんなやること一緒やね、後ろでこんなこんなやってんねやろ、どうせ。後ろで俺は人数使ってるけど、これ。よし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 。おお、惜しいちゃう、惜しいちゃう。おお、危ない危ない、ナイスボール、ナイスボール。そらそうだ、そらそうだ、みんな勝ちたい。どこであろうが、チャレンジであろうが、リーグであろうが、トーナメントであろうが、全部勝ちたい。はい、プロである以上は勝ちたい。勝ちたい同士の集まりやからね。ね、はい、行きまーす。これやろ。あ、やって、あー。中行き過ぎた。ちょっと調子乗った、スピード上がりました。今スピード違反。やめてくれー、やめてくれー。あー、今9本でよっしゃ、勝負と思ったのに、またハンデ分が。まずこれ取らない意味ない。取るよ。ゲイ。あ、今日はあの某笹田君がおれへんから、チャチャが入れへんからな。まあ、あいつおったら、わ、こんなミスなんすよねって。もう我々レベルになったらとか言っとったけど、その時重くそミスったからな、俺この前。あれは恥ずかしかった。ノー編集で包み隠さず出してもらおう。やめてくれー。あー、これはまずい、めちゃめちゃまずい、めちゃめちゃまずい。いやいやいや、まだボーリングは諦めたらあかん、諦めた負けや。危ない、エイドテン見えた、エイドテン危なー。ダイナミコアは倒れるんです、倒れます。
ダイナミコはちょっと薄かっても反発係数が高いはず。はず。ここはでもボーリングを楽しくしてくれた方がいいんちゃう展開を。あ、すごい楽しくしてくれた。すごい楽しいよこれ。でもこれ俺ストライクじゃないと意味ないよな。そうですね。そうやんな。だってワンマーク負けてる、これツーマーク負けてるもんな。頑張るよ。天秤残りませんように。天秤こうこうだ、こうこう天秤こうやね。あかんて、あかんて、あかんて、あかんて。おっさー、イエーイ。どうですかこの皆さん、失投でも倒れるボール、お買い得ですよ。おっとあれがない、今日チンチンがない、チンチンが。はい、残念。はい、この前もあったよな、黒い声飛んできたもんな。ニーナに頑張ってって言われた後になんか変な声が、頑張ってーの感じだもんな。すごい声出ようと思う。やばい、スピード入った。ほら、イエス、イエス。刀、倒れます。いや実はね、今日お昼にライブやったんやけど180点しか出んくて、すごくサンブリスさんに申し訳ないことしたから。倒れますよ、大丈夫ですよ。いやニーナまだ分からんよ、パンチアウトすれば。あ、じゃあ分かるわ、分かってたわ。はい、いいよ。やっぱり時代はラジカルですよ、ラジカル。ストライク率何割よ、これ2人で7割ぐらいいってんちゃう。あ、そうやった、そうやった。テンフレのルール分かんないかった俺。ボールの宣伝ばっかり一生懸命頑張りすぎてボーリングのルールを忘れてしまった。これはいい、これはいい。いい、いい歌な、いい歌を絶対ストライクちゃうね、さっきからずっと。見えてなかったら挙動でなんか想像してもらおう、みんなにな。よし、じゃあニーナ最後ストライクやったら特別ルール、ここら辺におる好きな人にあのドリンクを飲ますことができる。じゃじゃじゃーん、出してよ。倒れへんかったの？あー残念。バッケツ絶対いいやこれ。あ、ちょっとアコリなんか知り合おれへんやつとか。あ、おるおる。あ、ちょっとレイヤ君、レイヤ君、ちょっとちょっとちょっと卒業決まった。おめでとうございます。おめでとうございます。ニーナが飲んでって。うん、お願い。バッケツ。お願いします。大丈夫。あ、なかなかでもいい匂いしてるよこれ。いい匂いしてる、いい匂いしてる、めっちゃいい匂いしてる。ちょっとカメラここよ。バッケツです。はい。あ
のリアクションが普通やな、これ。おいしいやろな、きっと。なんとも言えへん。甘いのでも匂いが、薬臭いの、ちょっとこれ。うがい薬の匂いしてへん。あ、赤ちゃん用のあの風邪薬の匂いするな。ルルシロップの匂いな、これ。穴割りでもだ。だ、おいしそうやな。やばい、いいな、いいな。ほんまはおじるえて飲もうと思ったけど、これ。あ、炭酸やからね、腹いっぱいになるから、これで割っときましょうか。はい、代わりに男気あるレア君飲んでくれました。はい、ということで今日は200、ハンデって241対248、いい、やっぱり手振れもなりました、よかった。はい、これは皆さん最後見てくれそうだね。はい、ということで本日どうでしたか。さっきよりレア良かったよね。レア良かったですよ、はい、勝ち止まった。じゃあね、また次はリベンジお待ちしております。はい、ぜひお願いします。はい、また今度ね、4月に会うことがあるので撮りましょうね。今度はあのニーナプロのホームセンターで時間があればぜひ撮りたいと思います。はい、よろしくお願いします。ということで本日の内容よろしければグッドボタン、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。ということで今日は遠いところありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとう、さようなら、またねー。